インプラントも今会社だけで言うと2000社以上あるんですよ。ほとんどはジルコニアっていう新しい材料を作るんですけど、これって普通の歯科技工所じゃ加工できないんですよ。もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はプリウス大オールオンインプラント驚きの価格ということでやっていきたいと思います。はい、前回の動画では新しくアスクラピアチャンネルを見てくれる方のためにオールオンインプラントってこんな治療だよっていう解説をしていったんですが、やはり皆さん分かった分かったでいくらなのっていうところを皆さん気になってたと思うんですよね。はい、今日はその核心に迫る動画をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、アスクラピア東京は歯に関する悩みを皆様と一緒に解決していくチャンネルでございます。はい、あなたの悩みをぜひコメント欄によろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい、そのオールオンインプラントっていう治療なんですけど、そもそもなんかいろんな呼び方があるんですよね。ありますね。どんな呼び方があるんですか？オールオン4。オールオン4ね、よく聞きますね。はい、はい、オールオン X。 オールオン X。 あ、そっち来ました。はい、オールオン X。 じゃあ実はオールオン4とオールオンインプラントっていうことなんですけど、うん、オールオンインプラント治療の中のオールオン4だったり、うん、オールオン6だったり、うん、まあ、4だか5だか6だか果ては3とかあるんですよ。うん、で3とかって分からないんで、じゃあもう X にしちゃえみたいな感じでオールオン X なんて海外では言われたりとかするんですけど、うん、まあ、まあ総称したら今オールオンインプラント治療っていうことでいいんじゃないのかなということで、うん、はい、アスクラピアといえばオールオン治療ということで今やっております。はい、でその治療なんですけど、実はインターネットで調べるとすぐ出てきますよ。こんなちっちゃいお金からこんな大きいお金までね。はい、で大体どれぐらいの価格帯なんですか？価格帯は、はい、下は200。下200って200円じゃないですよね。もちろんです。200万です。なるほど、なかなかですね。で上は600万くらい。おー、すごい開きですね。え、これっていうのはこれでもうお口の中はもう上も下もすっごい綺麗になっちゃうわけですか？違うんですよ。これはあくまで上か下かどちらかの片方。片方ですか？なるほど、なるほど、なるほど。ということは400万から1200万円ぐらいですね。でもさ、驚きの価格差があるわけなんだけど、ね、うん、はい、これ私のアスクラピア調べによると、うん、2つ理由があって、はい、1つは材料の差がある。安いオールオン治療と高いオールオン治療では材料に圧倒的な差がある。でこれが一つですね。二つ目は技工士さん、すなわちその歯を作ってるその職人ですよね。はい、その職人の価格の秘密がここには隠されてるんですね。はい、ただその職人による価格ということではなく、そこには仕組みなどこうえらい複雑な話がありますので、今日はここを詳しく説明していきますので、最後までご覧いただければと思います。はい、はい、それではまず材料の話、ドクターリン。材料って言われると、うん、何の材料だよってなると思うんですけど、うん、確かにここでお話しするのはこのニって笑った時に見えるとこの部分の材料の話です。でも白いものだったらプラスチックセラミックじゃないの？大きく分けるともうその2つ。はい、で簡単に言うと安いのがプラスチック、はい、高いのがセラミック。はい、あ、セラミックって高いイメージある。そうですよ。うん、まあ、それぞれ材料の特性があるので、例えばプラスチックだとコストを抑えれるんですけど、ちょっと汚れがつきにくかったりコントロールをするのが難しい材料なんですね。うんうん、プラスチックは汚れがつきやすいのね。つきやすいです。うん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 、ただセラミックの場合は費用はかかる、材料費はかかるんだけども、ツルツルしてるので汚れがつきにくかったり、まあ、お口の中の環境をきれいに保ちやすいっていう特徴があります。あ、まあ、そんなイメージ確かにありますよね。はい、でもそれ以外にも例えばセラミック自体のブランドだとか、はい、最高級の、ね、なんかブランドとかあるじゃないですか。はいはいはい、お砂糖とかでもね、はいはい、なんとかなんとか岩塩とかさ、はいはいはい、あるじゃないですか。最高級のセラミックとか、はいはい、まあ、それはもう分かりやすいところだと思うんですけど、分かりにくいところだと体の中に入ってくるインプラントの本体、うん、はい、そのネジの精度だとか、うん、そういったところはどうなんですか？そういうところももちろん変わってきます。うん、え、そこも変わんの？変わります。インプラントも今会社だけでいうとインプラントを作ってる会社ですね、うん、2000社以上あるんですよ。インプラントだったらどこでもいいんじゃないの？だってインプラントってすごい最先端の治療だと思うし、インプラントって歌ってるものだったらどこの製品でも一緒、あるいはある程度のクオリティは担保されてるんじゃないの？だといいんですが、やっぱりインプラント自体も各会社によって値段全然違うじゃないですか。やっぱりその各社安くでより多く売りたいのか、うん、高くして品質を保ちたいのか、なるほどなるほど、っていうやっぱりバランスが出てくるので、まあ、確かにやっぱりこう安いものは例えばあんまり持たないよとか、
っていうことも出てくるので、うん、なるほど、そこで差は出てきます。あるんですね。なるほど、まあ、その差は縮まりつつあるというんですけど、でもやはり難しい治療になるとそこら辺って差が開きやすいのかなと思います。一本の歯だったら、まあ、簡単に、ね、入れるだけなんですけど、例えばオールオンインプラントってなると何本ものインプラントを連結したりだとか、いろいろな方法を使って角度補正したりとかってやんなきゃいけないので、うん、そういったアクロバティックな治療をしようっていうふうに思うと、クオリティの高いものじゃないと厳しいかもしれないですね、うん、そのインプラントメーカーによる費用の差なんですけど、インプラント1本あたり安いのだと本当に1万円切るぐらい、高いものだと4万円以上しちゃうんですよね、うん、果ては在庫マインプラントとかってやったりするとですね、1本あたり10万円とか12、3万円したりすることもありますので、まあ、本当に値段の差ってあるんですよね、はい、ですのでなかなかここで、ね、皆さん幸せにしようと思って、患者さんだけではなくてね、まあ、我々もボランティアじゃないので利益を上げなきゃいけないわけですよね、うん、で仕入れでそんな何十万もかかってるって言ったら、その分転嫁して患者様にプライスを決めていかなきゃいけないので、これは価格の差もだんだん開いてきそうですね、うん、かなり開きそうですね、はい、それはね。じゃあ2つ目は大ちゃん先生ですね、はい、まあ、1つ目に材料の話があったじゃないですか、はい、でその材料を加工して歯を作ってくれる人たちがいるんですね。それが歯科技工士と言われる先生たちです。おー、はい、うちではもうアトリエって呼んでますから、ね、そうなんです、はい、もう芸術家みたいになってね、そうなんです、アトリエの先生呼んでくださいって言って、はい、でやってますけど、で私歯科医師は、まあ、歯を削って型を取って、で型を取ったものを、まあ、歯科技工士さんに送って、でその型に合わせて歯を作ってくださいってオーダーする仕組みでいつも患者様に治療を還元してるわけなんですけども、あ、まあ、通常はそのように例えばその歯科技工士さんたちがいる歯科技工所というところに発注をして、そこでオーダーをかけて技工士さんが期限にそのものを作って、なるほど、そこで私たちに配達をしてもらって、届いたものを患者さんにお口の中に入れるというような、まあ、仕組みで成り立ってるんですけども、じゃあこれ型取りを大ちゃん先生がして、はい、あ、じゃあ作っといてって言って技工士さんが裏にいて、はい、技工士の先生が裏で作ってるわけではなくて、ないんです、全然違うオフィスで作ってるっていうことなんですね。ちょっとそういう大変そうですね。そうなんですよ、そのやり取りっていうのが、うん、まあ、通常ですね。あ、これ通常なんですね、はい、でそこにまず費用がかかるっていうところが今ドクタリングが言ってるようにあります、はい、でただ逆にじゃあ皆さんもう分かったと思うんですけど、そこにコストを抑えよう、要するに費用を抑えようとすると、その歯科技工場をじゃあ私たちの勤務している医院の中に作りましょうってなると、その発注しなくてもいいですよね。つまりアトリエって呼んでたのは、私たちのアスクラピアの中に歯科技工場があり、で私たちが例えば型を取ったものをそのまま技工士さんがその後ろで歯を作るというシステムになっているので、費用が抑えられるというからくりがあります。なるほど、はい、うちが安い理由の説明になりましたねそうです。でもそもそも私が技工士さんをその院内に取り組もうと思ったのは、うん、これね、こう仕組み上の話なんですけど、はい、歯医者さん、うん、やっぱ経営苦しいですよ。安く安くしろ安くしろで、技工士さんも仕事を受けなきゃいけないから、だん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 ただの仕事が増えてきたんですよね、うん、結果どうなったかっていうと、お金にならない、例えば綺麗に型取りをした模型を美しく作るとか、うんうんうん、でここが基準になるので、歯医者さんにとってはこれエッセンシャルな問題、すごい本質的な問題なんですね、うんうん、ここが雑になってしまったりだとか、例えば狩り場とか型取りをするためのトレーとか、これ全然お金にならない治療、これがすごい大切だったりするんですけど、ここがなかなかうまくいかないっていう、クオリティコントロールができなくなってしまったので、むしろ費用っていうよりはクオリティコントロールをするために、そんなんだったらお金はいらないから、もう最高のものを作ってくれってことで我々は作り始めました、ね、はい、うん、でもいろいろなところでしわ寄せがあって、この仕組みがあるからこそクオリティがうまくいかなかったりだとか、うんうん、あの価格がじゃあクオリティを求めた結果めちゃくちゃな金額になってしまったりってことが非常に起きてるので、はい、大ちゃん先生が説明しようとしてくれたのってのまさにここなんですよね、はい、歯科医療業界オールオンインプラントだけじゃなくて、ね、そうなんです、もういろんなところに1個のセラミックもそうですね、そうなんですよ、はい、ここにしわ寄せがもう技工士の先生方にね、本当に大きなしわ寄せが来てるんです、はい、でもね、今日お話をしたいのはですね、そこででも悲しいかな、やっぱりコストの話をね、うん、せざるを、はい、ってことなんですよね。例えば医療法人があって技工所があって、ね、これ別々のところにやったらそれぞれで利益を儲けなきゃいけないんですよ。当然これは価格は転嫁されていくわけなんですね、うん、で今はですね、まあ、レジンでやったりってことは、まあ、結構少なくなってきましたね、うんうん、ほとんどはジルコニアってやっていう新しい材料を作るんですけど、これって普通の歯科技工所じゃ加工できないんですよ。っていうことはどういうことか、歯科医師から歯科医院から
技工所にオーダーが行って、うん、そのオーダーはさらに加工所に行くわけですね、うん、それぞれが利益を上げなきゃいけないっていうような状況になってますので、ですのでめちゃくちゃ金額が高くなってしまうっていう、こういうような状況になってるんですね、はい、でもこれがじゃあ加工機もいらないってことであれば1個減らせますね、減らせます。はい、でじゃあここ外注もしなくてもいいって言ったら、さらに価格は圧縮できるんですよね。でここの圧縮のからくりに関しては過去の動画でも詳しく、はい、パーツ一個一個に関してもですね、説明してるらしいので、ちょっと私は覚えてなかったんですけどね、あのぜひね、あのマニアックな方は見ていただければなと思うんですけど、はい、なのでね、安いから悪いっていうことでは全然ないんですよね。そうです、そうです、ね、むしろこう全部を集約することによって価格はギュッと収めることもできるし、そしてクオリティはグッと上げることができるんです、ね、そうなんです、そこが結構大きいですね。いや、ほんとそこなんですよ、うん、だってもうちょっとしたこの一言ですね、あ、ここ高くしといてとか、そうなんです、そこが一番大きいですね、ここ削っといてとか、うん、はい、例えば顔の真ん中とか言ってニコーって笑顔作るじゃないですか。でもね、これ表面だけじゃないですよ、これ横から見てちょっとこれがこういう風に曲がってるとか、うん、これ分かんないんですよね。でこのちょっとした臨床的な感覚とかっていうのはドクターとすり合わせをどうしてもしなきゃいけないんですよ、うん、これデジタルだとか資料を撮ったとかもう写真とか模型とかね、いくら撮ってもね、やっぱ 100% ってなかなかいかないんですよね。このクオリティに関しても自社製で全部インハウスでって我々難しい言葉で言うといいんですけどね、やるとクオリティもめちゃくちゃ上がるんですよ。上がりますね、効率もいいんですよね、うん、費用も安いんですよね、うん、みんなハッピーじゃないですか、はい、これこそ歯科の理想系だなって思ってるわけなんですよね、はい、でもまあこういうモチベーションでやっていくと、うん、本当に患者さんを笑顔にしてっていうところにベクトルが向いて、歯医者さんたちが仕事に集中できる環境だし、結果患者さんもハッピーなんですよ、うん、ちなみにアスクラピアではオールオンインプラントですね、どれくらいの費用でやってるんですか。アスクラピアでは下は298万から大体350万ぐらい片側ですね。ああ、でやってます。ちょっと差はあるんですね。いろいろまあ条件はあるんですけど、まあ、気になる方はホームページをちょっと覗いていただければと思います、はい、アスクラピアでは色の使う材料に関しては一切妥協しない、色設備に関しても一切の妥協しないっていうことでやっておりますので、これはやはりなんていうのかな、こう仕組み作りだとかそういったこう動線とかを整えてあげることによって、ね、妥協したら優秀な人も来ないじゃないですか、うん、で妥協した治療をしてたら患者さんもすぐ分かってしまいますからね、うん、ですのでそこはあの妥協しないということでやっておりますので、ぜひ興味のある方はね、概要欄とか見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ぜひ委員選びは慎重に、機会があれば一緒に幸せになっていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。